アレッサンドロロジーナは、イタリアコゼンツァ県ベルベデーレ・マリッティモ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ブラジル人選手のような優れたテクニックを持つことからロジナウドの愛称で親しまれた。数々のテクニックや優れたパスセンス、鋭いドリブルなどから、フランチェスコトッティの後継者に推す声も多い。イタリア南部のカラブリア州出身で、 パルマ FC の入団テストに合格したために北部のクレモナ県に引っ越した。この地で工業高校の情報管理課を卒業している。パルマ FC ではチェーザル・プランデッリ監督の下でアドリアン・ムトやアドリアーノのいたチームで主に控えでプレーした。パルマ FC からエラスベローナ FC を経てトリノ FC に移籍した。トリノ FC においては その圧倒的な存在感からキャプテンに任命され、苦戦するチームを鼓舞した。2006から07シーズン、アルベルト・ザッケローニ監督はロジーナをメンバーから外して大敗したことで会長の怒りを買い、結果として監督を辞めさせられた。2008から09シーズンは18位でセリエ B に降格した。ロジーナ自身も、 PK を除くと、わずか一得点と不調だった。2009年7月、遺跡金700万ユーロで FC ゼニと、サンクトペテルブルクに移籍した。2011年1月29日に7月までの期限付き移籍で AC チェゼーナへ移籍2012年8月31日、セリエへの AC シエナのテストを経て、契約を勝ち取った。 2012から13シーズンを終えクラブは降格するも残留した。翌シーズンをもってクラブは破産し、2014年7月23日にセリエ B のカルチョカターニアに移籍した。2015年8月31日、FC バーリ1908にローンで加入した。2007年10月17日、南アフリカとの親善試合でイタリア代表デビューした。 abcd, コルチョ2 0 0 2アスペクト2007年6月号インタビューフィチャーレイロシナアルシエナ t ut t, t o m e r c a t o w e b com 2015年11月18日閲覧フィチャーレイカターニャコルポロシナパーエルアタコ t ut t, t o m e r c a t o w e b com 2015年11月18日閲覧。フィチャーレイ、バリ、アラバロシナダルカターニャ。tutomercatoweb.com t。2015年11月18日閲覧。AB プレイオフ。ありがとうございます。